さあ、今回はこちらなんですけど、中野のワックス。はい。中野のワックスってまあ昔からあるワックスだと思うんですけど、ね。中野製薬株式会社。このワックスとポケモンカードがコラボしたんですよ。はい。ということでね、ワックスに、このポケモンカードのプロバック全8種がランダムで1種、1セット入ってるやつなんだけど、まさかのこれやっててさ、 で、あの、売ってる店舗も結構限られてて、で、なんかサイト見て、あの、ウエルシアっていうところがやってて、2店舗回って、1店舗目がなくて、2店舗目にありました。まあ、電話していったんだけど、2店舗目は。そんでね、まあ、一応ね、全種類あって1個ずつあったんだけど、この3つだけ、ワックスの値段が1300円で、他は1600円だったんで、とりあえずね、1300円の3つ買ってきました。まあ結構、 ね、1300円3つでも税込みとかで高くなるじゃん。結構値段するじゃん。4200円とかしたかな。でね、この全8種の中で、なんとね、ピカチュウだけが今ね、メルカリで3400円ぐらいで取引されてるわけ。つまり、ピカチュウだけ当たりなんですよ。8分の1。で、もう我慢しきれなかったんで、車で、あの、開けちゃいました。<laughs> ハサミで切って。なので、何が出たかね、ご紹介します。まず1発。ちょっとこれどれがどれだかわかんないけど、 とにかくね、はい。ピカチュウ出ましたよ、ピカチュウ。まあ、タントっていうね、中野のスタイリング。タントっていう、まあ、ワックスみたいなんだけど、出ました。もう一個はね、基本エネルギーで。これ、ね、何をこう、例えば、炎タイプとか買ったりね、うん、何買っても、あの、何が出るか分かんないらしいです。はい。で、1パック目、ピカチュウ。2パック目。あ、これはね、メルタンでしたね。まあ、メルタンね、かわいい。 はい。基本、鋼エネルギー、メルタン。でね、まあまあ、8分の1ですからね。なんと、ピカチュウ、もう一回出ました。やったぜーピカチュウとってことで、えー、3枚中2枚がピカチュウだったっていうね。めっちゃ当たりじゃないこれはね、やばいっす。まず、これ見つけられたことも結構ラッキーで、僕が住んでる本城都市、 だ、ね、玉とか抜きにした本庄市だとしても4店舗だっけなウエルシアあるんですよその時点でラッキーでしかも2店舗目って言っても本庄 FM からね今日本庄 FM で番組「アニポン」っていう番組で出てきたんだけどその帰りによるところですごい近くに2店舗ねあったのよ結構奇跡的な出会いでしかもこれちゃんと残ってて安いのも全部残っててしかもワックスも普通に今ちょうどワックスがうちなくなって僕のが。 困ってたのよ。買おうと思ってたらあったんだよ。こんな奇跡ミラクルあるいや、マジテンション上がりました。ということでね、はい、ピカチュウやった。まだね、お店とかの買い取り表とかは出てないからあんまりするかやとかわかんないんだけど、しばらく寝かせて、ピカチュウ値段上がったら売ろう。2個出てるし。 か2枚というかか枚もも売っちゃうかもしれないけどね最近ポケガはね高すぎですから僕ポケモンカード好きだけどまあ僕の動画昔から見てもらえば分かるけどあの値段ついてない頃から別に買ってたんだけど今は高すぎるからもう逆に売ってますどん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 コレクション減ってますポケモンカードちなみに最近だと僕ねトミカ結構売りました <laughs> あの限定トミカみたいなやつ売ったらねトミカだけで5万円ぐらいいったかなうんするぐらいに売りました ってことで、このワックスはもちろんね、使えます。むしろ。むしろ、このワックスが使い心地良ければ、別にポケカコラボ関係なしにまた買ってもいいしね。ただね、結構量あるから、どうだろうね。めっちゃ毎日使ったとしても、半年は持つよね、余裕で。1年ぐらい持つかな。毎日使っていってもね、僕とか最近あんまワックス使ってなかったんだよ。家にもあんまなかったし、少ししかなかったから。 でもね、ガンガン使うと意外と本当に1年あればなくなると思う。うん。僕、髪の毛の量も多いんで、あの、使う量が結構多いんですよね。まあ、頭も大きいっていうのもあるかもしれないけど、まあ、髪の毛の量が多いんですよ。ね、結構長めの髪の毛でもあるから、男性にしてはね。だから、ちょっとどんどん使っていきます。じゃね、どれでもなんかね、そんなに効果変わんなそうだけど、まあ、香りと若干そのスタイリングのあれが違うみたいだけど、 そんな選ぶ必要はないみたいね。うん。まあ、どれでも大体いいかなって感じ。まあ、使ってみて、うん、お気に入りをはい、見つけたいと思いますということでまあ、これをきっかけに中野のワックス使いやてるからね。今まで僕とはギャッツビーとは結構使って、ギャッツビーとかってなんだっけうのとか使ってたけど、中野のワックスとか、結構高いから、あんまり手出してなかったんだけど、これを気に入ってことできるから、もういろんなね、メーカーポケモンカードとコラボしてほしい。そう、プロモパック さ8月1日からだっけこれ発売開始したの。残ってたからね、今日。今日8月9日かな残ってても1週間以上経ってるのに残ってるって。すごくないまあでもね、確かにキラカードとか入ってないからちょっと分かりづらいよね。ただメルカリ見ると明らかにピカチュウが当たりっていうのはわかると思います。はい。っていうことで今回はね、はい、ちょっと意外とね、出品になるから。 あの意外とあの3個とか買うと4200円とかこの安い方でも高い方1600円するからねまあ買ってみてくださいではまたバイバーイ,イ